最後に勝つのは我々だ。確定。防御。攻撃します。動きを止めます。攻撃するよ。終わりです。暗黒騎士団長、ゴンター。言ったはずだ。私たちには勝利以外の選択肢はない。まだ戦おうって言うのか。部下たちを見てみろよ。そいつらはもう限界だぜ。
黙れ。こやつらの限界を決めるのはこの私だ。聞け、騎士たちよ。暗黒騎士団長ヘクタル・ウルフ・ウォッターの命令だ。おじけづくことも背中を見せることも許さん。逃亡も敗北も死も私は許せん。私の命令に従い戦い続けろ。一体何が起きているんだ。これはアドミニストレートの侵入。グランドコアからアドミニストレートの強い侵入を感じる。クォーターの部下を支配しようとする思いがアドミニストレートの侵入によって増幅している。その侵入何を引き起こそうとしているんだ。あいつらは一度死んだ存在。肉体には人間とは異なる物体が使用されているはずだ。まさか支配という真意を使って部下を自分に取り込んでいるのか。ありえない。部下の亡骸をそんな風に使うと。ちょっとばかし卑怯じゃねえか。大丈夫ですよ、王子様。聖豪騎士は民のために戦う存在。自らの欲望に従い命を無下にする者に我々は負けません。そうだな。みんなこいつを倒して終わりにするぞ。Thank you.
無理しすぎですよ、メディナさん。私たちがいますから、少し休んでいてください。窮地だというのに、みんないい顔で戦うな。一人で戦っていた頃が嘘みたいだ。初めからこうすべきだった。メディナ、手を貸してくれ。ああ、任せろ。のか、駒を増やし忠誠心を高めてもまだ正合騎士には及ばないというのか。部下をそんな風に扱っているようじゃ、お前らは永遠に俺たち正合騎士には勝てねえよ。そこまで明言するか。お前は理解できていないようだからな。私が理解できていない。最後の攻撃は見事だった。何だと？お前と部下たちの意志が一つになった攻撃、あれは惜しかった。最後の攻撃、私と騎士たちの意志が一つに。なぜ実現できたと思う？完全なる支配と霊族、その結束が強さとなり。違う。それだけじゃ戦国騎士には勝てねえ。支配欲にとらわれたお前が失ったものがあるはずだ。俺たちに勝ちたきゃそいつを取り戻すんだな。私が持っていたもの、それがあれば今度こそ正合騎士に勝てる。いいだろう、見つけてやるさ。そして次こそは部下たちへ勝利を。終わったの？いや、まだだ。これで終わりだ。ご協力ありがとうございます。アシリオン、あなた方のおかげで最後のかけらが揃いそうです。何を言っている。カラントコア切った。
新勢力はこれ以上奪われないはずだ。新勢力？はて、何のことでしょうか。貴様は確かに新勢力はほとんど集まりましたと。ああ、失礼。確かに言いましたが、それはさらなる新勢力が必要というわけではありません。最後に必要なのは一つだけ。システムコール、ディープフリーズ、インテグレーターユニット。ハリス、多少時間に余裕があります。さあ遊んであげましょう。血の共演を始める。攻撃、攻撃するよ。いい加減諦めたらいかがですか。英雄気取りの滞在にその無粋な獲物を振り回したところで全ては無駄だ。諦めるわけないだろう。お前の盾を石とは破りかけた。あいにく真意で敗北する気はない。はっ、相変わらず不愉快で安いセリフを吐きますね。あの過去と同じように。しかし偽りの英雄も舞台には必要不可欠。お前にはむしろ感謝すべきなのでしょう。一体何を言おうとしているのかわからないが、茶番に付き合ってる暇はない。うん。趣旨が残念だが時間のようです。これで目的は果たしました。ですがせっかくですし、お前たちに贈り物を差し上げましょう。さあ騎士長、
出番ですよ。てめえ。おっと。ジョーちゃんから離れろ。そう願うならお仲間を殺しなさい。悪趣味だな。何をおっしゃる。戦いを求めたのはお前でしょう。ほら、ベルクーリ・シンセシス・ワンを用意しましたよ。さあ、戦いなさい。新しくないぜ、こんなこと。そうか、言ったはずだ。俺は聖護騎士長だ。部下を守るためならお前さんを切ることに躊躇はねえ。みんな下がってくれ。ベルクーリさんとは俺一人で戦う。本気で行くぜ。キッド。器用なもんでな、手加減はできねえぜ。ジェネレートサーマルエレメント、ジェネレートメタリックエレメント、ディスチャージ、ジェネレートルミナスエレメント、ジェネレートクリスタリエレメント。
解した。ジェネレートサーバーエネルギーがディスチャージ。